はい、こんにちは、りょうです。今日なんですけど、関西フットゴルフリーグが開催されます。よっ、関西フットゴルフリーグが開催されるということで、やっぱりどういう雰囲気なんか、初めてでも参加できるのかとか、フットゴルフどんな感じなんかって一番多分気になると思うんで、今日はね、関西フットゴルフリーグを一日密着していきたいと思います。行ってみよう。それではね、会場の方に向かっていきたいと思います。ここはどこですか？ここはね、兵庫県のサンダ SIS ゴルフリゾートでございます。よっ。一番多分ね、気をつけてほしいというか、まあルールというかあるんですけど、はい、服装が、まあ、規定があって、はい、でこの襟付きのシャツとか、まあ、ジャケットとかを上に着てもらって、下はチノパンとかスキニーとかで、Gパンが NG なんですよ。Gパンダメなんですね。Gパンダメ、ジャージダメ、で上も T シャツとかダメで、トレーナーもダメですし、襟付きのシャツで、下はスキニーのズボンを履いてもらって、靴もスリッパとかダメです。スリッパダメで、スニーカーとか革靴やったら OK なんで、そこの服装だけね、守ってもらえばと思います。辻本亮と申します。よろしくお願いします。お願いします。今日フットゴルフ初めてやられるって方どれぐらいいますか？ありがとうございます。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。皆さん見てる方が全然大丈夫です。ありがとうございます。おお、すげえ。あ、やってめっちゃ緊張する。無事全8組が今スタートしたんですけど、今日の参加者の方の3分の1の方が初心者の方なんです。フットゴルフはサッカー経験者の方はもちろんなんですけど、初めての方でもフットゴルフ楽しめるということで、今からちょっとね、まあ、初めての方中心にインタビューをしていきたいと思います。魅力ですね、フットゴルフの。フットゴルフの魅力とか、実際やっぱり体験してみてどう思ったとか。そうですね、初めての人だからこそ感じることとかもね、あると思うんで、ちょっとね、インタビューをねプレー中にやっていきたいと思います。はい、行きましょう。どうですか？はじめまして。初フットゴルフどうですか？はい、ちょっとあまり調子はよろしくないですね。はい、どういうところがね、なんか楽しいとかありますかね？なんか初心者でも、はい、蹴るだけなので誰でも気軽にできるから。なるほど、誰でも気軽にできる。もうこれは皆さんフットゴルフやりましょう。やりましょう。フットゴルフはね、これって18ホール歩いて回ることもできる、健康にもいいですね。そうですね、もし歩くのがしんどい方はカートでもいいし、ちょっと歩きたいなという方はこう絶景で自然の中で歩けると。そう、俺が言いたいこと全部言ってくれた。ありがとうございます。ありがとう。はい、じゃあね、サンダ SIS ゴルフリゾートの7番ホールでございます。オーナーは平野康之選手です。オーナーっていうのは前のスコアが良かった人から順番に蹴っていくんで、日本代表平野選手オーナーなんでね、絶好調だと思います。じゃあね、1段目いきますよ。ナイスショット。はい、こちらですね、7番ホール日本代表平野選手に来ていただいています。こんにちは。今日の調子どうですか？やばいね。平野選手といえば、ん、僕といえば、平野選手といえば、この間なんかありましたっけ？僕らの動画出ていただきましたね。あ、そんなこともありましたね。マキイカさんとのコラボで、はい、あれ、そう、記憶にございません。はい、はい、よろしくお願いします。今日の今の調子どうですか？やばいね、勝っちゃうよ。今日勝っちゃいますよ僕。この間だいぶ絶不調でしたけど。記憶にありません。うつさんといて、うつさんといて、ほんとにあかん。練習しよう、うつさんといて。これもう言葉が出ません。だそうです。はい、結果が楽しみですね。ね、初参戦、フットゴルフ初参戦のピョンス君にインタビューしていきたいと思います。どうですか？あ、気持ちいいっすね。気持ちいい。あ、気持ちいいっす、やっぱり。以上です。調子乗っとるわ、調子乗っとるわ。今日マジ勝つよ俺。うつさんといて、うつさんといて、ほんとにあかん。練習しよう、うつさんといて。これもう言葉が出ません。いや、分かってるやん。大丈夫、最初オッケーオッケーオッケー。見つけててでしょ。
ナイスイン、ナイスイン、集中集中、先に喜んでいいですか。じゃあいいよ、しゃあ。でもさっき喜んでもうたから、うまい、うまい。じゃあね、ちょっと優勝候補の大塚高政選手にね、インタビューをしていきたいと思います。大塚さん、今日の調子どうですか。今日はそうですね。どうですか。調子いいです。あ、調子いいですか。あの優勝候補のフィナン選手が今日めちゃめちゃ調子いいということ。どれぐらい調子いいんです。もう今日やばいよしか言わないです。数も多いですし。まずフィナン選手にちょっと一言お願いします。やっぱさっき上手だったんで、やっぱり乗ってる人は違うんで、はい、多分その味見すると思うんで。あ、そうですね、ありがとうございます、はい。最年少高校生フットゴルファー、わざわざ関東から来てくれました。うわ、カップのフチコさん、女性の3人組の方にインタビューしていきたいと思います。今日あのフットゴルフ初めての方とかいらっしゃいますか。はい、あ、初めてフットゴルフやられてみてどうですか。面白いです。どういうところが面白いとかありますかね。どこやろう。思ったより面白い。あ、思ったより。やっぱやってみないとわからないっていうね、魅力が。ゴルフ場も初めてやし。あ、ゴルフ場が初めて。ゴルフは結構高いとかあるんでね、フットゴルフはすぐに一発目から打ちっぱなしとかなしでラウンドできるん で初めてゴルフ場行けるという魅力がいっぱいあると思います。ありがとうございます。ありがとうございました。優勝候補のイケメンフットゴルファーかっこチャラオ三久保くんのね、あれ終わった。インタビューしていきたいと思います。三久保選手、三久保選手、はい、今日調子どうですか。マイク調子どうですか。まあまあです。まあまあ、まあまあ、と巻ひか選手がめっちゃ調子いいって言ってるんですけど、やっぱうまい。巻ひかがってこと。巻ひか選手後ろから見ててめっちゃうまいもん。めっちゃうまいですか。負けそう、負けそう、やばい。とか言って結果出すのがもう一個遅れ。いや、やっぱゴルフ場綺麗やな。こんなとこでボール蹴れるなんかめっちゃええな。あれあれあれ、りょうくんどうしたんですか。運営大変やわ。え、もう一人やもん、全部一人やもん。一人で運営してるんですか。あ、こんにちは、はじめまして。今日あの関西フットゴルフリーグ運営一人やらせてもらってます、辻本亮と申します。あのですね、運営フットゴルフの運営やってみたいとか、新しいスポーツをもっと盛り上げたいって方はね、 Twitter の DM とか、まあ、インスタのメッセージでも何でもいいんでね、ぜひ概要欄貼ってるんで、どしどしご応募ください。よろしくお願いします。 OK OK、はい、OK です、止めました。一人はさすがに寂しいな。はい、こちらがですね、サンダ名物池越ホールでございます。見てください、もうすでにね、もうボールが浮いてる。やっぱね、ゴルフと違ってフットゴルフは沈まないんですよね。サッカーボール浮くんで、1人1球自分のボールがあるんで、ボールが池に落ちてしまったらですね、波にグッグッってやって取らないといけないということで、ここ名物池越ホールなんで、ぜひ皆さんサンダ来た時はね、挑戦してみてください。そうですね、こう池越えで厳しいと見せて、ここ実はホールインワンも狙えるコースになってると。ホールインワン誰か今日出たんかな。はい、お願いします。え、そっちで行くねや。うわ、マジか、強気、すげえ。え、うわー、じゃあボール結構もうこれ遠いんで、りょうくん、じゃあ泳いで取りに行ってください。行きます。押さんといてな、押さんといてな、絶対リアルにダメっすよ。あっ、思っ
太郎来た。もう一回突き落とそうかな。風向きが悪いことした。なんか悪いことした俺。絶対りょうくんの日頃の行いが悪い。悪いことした悪いことした俺。磁石かな。 S 極と N 極。それで火つくやん。一緒に撮るんです。共同作業か。おさんどいて、おさんどいて、お願い。多分また戻ってくる。こうやって撮ります。あのね、男性の方はやっぱりここから、ここの白くいからスタートなんですけど、女性の方やっぱね、届かないんですよね。そういう方も安心してください。お。レディースティー前になっております。女性にも配慮されてると。優しいもん、女性に優しいもん。美人フットゴルファーにしていきたいと思います。どうでしたか今日、初フットゴルフやったと思うんですけど。楽しかったけど、コース読むのが難しかったです。はい、あ、なるほど。やっぱフットゴルフってでもコースとか傾斜とかラインとかっていうのはゴルフと一緒なんで、そこが多分、ね、難しかったっていうところだと思うんですけど、魅力とかってあったら、ちょっと感じたものとかあったら教えていただきたいんですけど。思ったところに蹴れたらめっちゃ嬉しい。なるほど、めっちゃわかりやすいです。やっぱね、あの女性の方でもやっぱり初めてのサッカー経験ない方でも楽しめるっていうのがフットゴルフだと思うんでね、ぜひ次節も参加してください。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あのピン左、あ、右、はい、あ、狙うとこ間違えました。あっちっすよね。あっちさー、あ、マジか、ミスった。え、相手だ、相手っす。いや、もうパクリ、もうファン、ファン、マリマリやろ。こっから蹴って、こういって、落ちると前代未聞の、ここで OB。 ブーメラン、ブーメランないっすよね、今そんな。そろそろいいっすか、ほんまに、ちゃんとして。ナイスショット。やりたいんすよ、運営やってたらやりたくなるんすよ。ちょっと今まで回ってきてちょっと感想の方言ってもらえると。転がっていくで、転がっていくで。感想っすか、やっぱ楽しいっすね、普通にシンプルに楽しいっすか。ライバルの平野選手が今絶好調ということで、どうですか。はい、後でじゃあ見えへんとこで暴力的なことで仕返ししとくんで、それだけ伝えておいてもらっていい。あ、わかりました、画面越しで。あ、画面越しでなんですけど、はい、はい、今でも結構いい結果出てるんで、まあ、楽しみにしております。結果楽しみです。年代の幅がもうすごい、老若男女誰でも楽しめるっていうのがフットゴルフの魅力だと思うので、ぜひ皆さん参加してください。よろしくお願いします。原口選手ですか。あ、そうです、元気です。元気ですか。元気です。よろしくお願いします。どうも、原口選手、もともとサッカーとかやられてたんですか。はい、1歳小やったんですけど、小1から高3ずっと野球やってました。野球すごい。サッカー経験がなくてもすごい楽しめるんで、もっと野球見るのスコア前半でどれぐらいですか。前半がマイナス4。マイナス4、初めて、これ何回かやったけど初めてマイナス4回りました。お、野球部でも卓球部でもテニス部でも帰宅部でも、もう誰でも楽しめるっていうのがフットゴルフの魅力になっているんで、来てください。
はい、ここサンダーはですね、フットゴルフ普段は9ホールしか回れないんですけど、関西リーグだけ特別に18ホール回れるということで、ぜひね、あの9ホールじゃ物足りへんとか、もうちょっとやりたいなって方はぜひ関西フットゴルフリーグにご参加いただいて、18ホール回れるんでね、ぜひ概要欄も、第2節の概要欄も貼っておくんで、ぜひご参加ください。どしどし待っております。よろしくお願いします。今日は皆さんお疲れ様でした。どうしたどうした。2019年の関西フットボールリーグの応援アンバサダーとして就任していただいている巻田さんに一言いただきたいと思います。関西フットボール2019年のフットボールのアンバサダーです。よろしくお願いします。最初に挨拶するはずだったんですけど、りょうくん明かしてたので、りょうくんまだまだ未熟なので、これから関西フットボール皆さんで盛り上げていただいて、りょうくんを支えていただけたらなと思いますけども、今日やってみて楽しかったよって方はいらっしゃいますか？嬉しいですね。嬉しい。嬉しいお言葉でした。まあ、やってうまくいかなかった時とか、うまくいった時ありますけれども、フットゴルフは毎回こう、気持ちのモチベーションに寄ったり、いろんな天候に寄ったり、スコアが変わったりするものなので、初心者の方でも全然サッカー経験者を追い抜かせる勝負となっております。平野康君はもともとテニス部ですけど、今こうやって日本代表としてやってますので、皆さん今日でくじけずにどんどんフットゴルフ挑戦して盛り上げていただけたらと思います。こんな感じで、はい、ありがとうございます。レディースカテゴリーの優勝はマイナス9でアコギさんです。